おはようございます。土曜日です。みんななんかしおれた大根の葉っぱを一生懸命食べてるんですけど、朝のお出迎えはやっぱりひなチームでした。虫かな、虫探し。大人の皆さんはどうしているかと言いますと、こちらで静かにしております。お部屋にいて過ごされています。これから水と餌やりやります。餌の時は基本ひなチームと大人チーム分けています。それじゃないと大人チームのご飯をすべてひなチームが食べてしまうからです。こんながっついて食べてます。こっちはおしとやかです。固まっちゃった？大丈夫？食べててください、気にせず。足がまだやっぱり痛いのか、赤ちゃんは座り込んでしまうことが多いです。でもご飯さえ食べてくれてたら、水も飲んでくれてたら、前も同じ症状だったので心配ないのですが、ちょっと注意して様子を見ていきたいと思います。ご飯の時分けてるんですけど、自分たちの白菜は食べないで、大人チームのお部屋に行って、白菜同じなんですけどね、丼であげてるんですけど、あ、こうやって丼であげて、あげてるんですけど、それじゃ物足りないのかな、この入れ物じゃ。食べないです、こっちでは。はい、きゅう、秋きゅうりが最後になります。これとここです。ニワトリさんにあげるのか人間様が食べるのか分かりませんが、最後です。ハクが日光浴を楽しんでいるようです。凛々しいです。今日もかっこいいよー、ハク、今日もかっこいいよー。はーい、きゅうりです。秋きゅうり一番最後です。これ最後です。もし食べられちゃう、全部食べられちゃう、もしマシュマロおいで、食べられちゃうよ。おいで、そうそう、おいでおいで、おいでおいで、ジャンプ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 。おお、すごい、飛んできた。はいはい、マシュマロ、はい、はい、飛んできたのに食べないの？え、食べないの？え、食べないの？飛んできたのに。3羽で仲良く日光浴をしています。
私が邪魔だということですね。去ります。日光浴お楽しみください。福くんが来た早々、土の子スタイルで窓際にいます。寝てるのかな？あ、目パチパチしてる。起きた？寝るのね。今日は福くんが一日お預かりで、母が散歩してあげております。何をしてるんでしょうか、ぷくくん。ぷーたん、今日はぷくくんがお預かりできています。今散歩しています。はい、散歩から帰ってきてお水を飲みました。大きい方も小さい方もよく出ました。すっきりしたね。土の子スタイルで寝ちゃうの？尻尾の先くるん。プーくんが真横で寝ています。ズン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 、尻尾までドデーンって寝てます。私の横がいいんだよね。プーくん寝てないの？寝てないの？ふーくんが散歩から帰ってきて疲れたのか寝ています。すやすやリラックスした状態みたいですね。すやすや今だって我慢できなくてでだって夜ふーくんが寝ておりまーす。窓のとこ行って一生懸命教えてても起きねえからやられたふうくんすや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 